こんにちは、ひろひろです。今回は手ぬぐい1枚使ってかぼちゃパンツを作ってみました。100均の手ぬぐい1枚でできると言いたいんですけれども、パンツのゴムを買わないといけないので実際は200円かかります。で、こちらがかぼちゃパンツで、こちらがここにゴムを入れてないタイプのパンツになります。お好みで好きな方のパンツを作ってみてください。サイズなんですけれども、90か100センチぐらいまでのお子様向きだと思います。用意する材料は手ぬぐいが1枚、こちらがダイソーで買った手ぬぐいで、こちらがセリアで買った手ぬぐいなんですけども、どちらもだいたい大きさ同じなので、どちらの手ぬぐいでも構いません。手ぬぐいを開いていきます。手ぬぐいを開いたら、これを半分に折ります。半分に折ってここを切っていきます。さらにこの手ぬぐいを半分に折ります。はい、で次に上から21センチ、横から5センチのところに印をつけて、ここに線を引いていきます。はい、5センチと21センチの線を引いています。でここから5センチぐらいのところに印をつけて、こんな感じで丸みをつけていきます。で、ここをカットしていきます。ここをカットしてきたんですけど、この部分がウエストになるので柄の向きに注意してカットしてください。で、これを開いて合わせて、こことここを縫っていきます。はい、今こことここを縫ってきました。これを開いて、ここを縫っていきます。はい、今ここを縫ってきました。これをひっくり返して、はい、これでもうパンツの形になっているんですけれども、ここにゴムを入れていきます。ウエストを3センチぐらい折り返して、ここを一周縫っていきます。ゴムを通すゴム通しを開けて、この周りを一周ぐるっと縫ってください。はい、今ここにゴム通しを開けて、この周りを一周縫ってきました。次にゴムを通していきます。はい、ゴムを通したらゴムを結んでいきます。ウエストのゴムの大きさを調節してゴムを切ってください。で、このゴムは中に入れていきます。中に入れたら、ここを閉じていきます。これで短パンの出来上がりなんですけれども、今回はかぼちゃパンツにしたいので、さらにここを3センチほど折り返して、この周りを一周縫っていきます。こちら側も3センチほど折り返して、この周りを一周縫っていきます。ここにゴム通しを開けて一周縫っていきます。はい、今ここにゴム通しを開けて、この周りを一周縫ってきました。で、ここにゴムを入れていきます。ゴムを適当な長さに切って、ゴム通しでゴムを通していきます。はい、今ゴムを入れてきました。ゴムの長さはお子様の足の大きさに合わせて調節してください。これでかぼちゃパンツの完成です。とても簡単に作れるので、よかったら作ってみてください。